ビクトル・ベクセリベルクを編集中。ビクトル・フェリクソビチ・ベクセリベルクは、ロシアの実業家。ロシアで3番目に、大きな石油ガス会社である、テゥーメンオイルの会長。ロシア第三の大富豪。ロシアの新興財閥、オリガルヒの一人、ウェキシルバーグとも綴る。ウクライナのリビウ近郊のドロフォーブ一に生まれた、ユダヤ人。1979年。 モスクワの鉄道輸送技術者大学を優等で卒業。専攻は自動化とコンピューター技術。1978年から1990年まで、海軍特別設計局の研究所こなずに勤務し、ロットレスポンプの設計に従事。後技術者から転じて調査官となる。1988年、NPO コンベック社を設立。イルクーツクのアルミ工場と連携して、 調査と生産活動に携わる。1990年、調査会社カムを設立し、社長となる。1990年代にアルミ関連の株を買って、利益を上げる。1997年に TNK の事業を掌握し、後に BP と合同ベンチャー事業に乗り出した。ロシア第二のアルミ会社であるスアルホールディングの会長をも兼任。趣味は、 美術品の収集。2004年2月、ニューヨークのフォーブス家から、ファベルジェの卵と呼ばれるロマノフケユカリのイースターエッグを7つ購入。1個あたり時価約8億円という世界の手法である。ベクセリベルクが購入した分については、贋作説も報じられたが、彼はこの説に反論している。2006年4月、サンクトペテルブルクに施設美術館を設立。 2007年には、モスクワにも開館を予定している。最近では、プーチン大統領によって、カムチャツカ州知事に任命される可能性を取り沙汰されている。マリーナ夫人との間に一男一女あり、ボリス・パステルナークの死を愛読している。ありがとうございます。